こんにちは、土の子です。7月26日、今日の練習キャッチャーは、お、リンクの台だね。ドラゴン倒すやつだ。右の方のアクオメンタスにはリンクをぶつけて落としたいっすね。飛ばして当てるバッジがなくなったらむずいけど直接狙うっす。あ、一応直接狙っても落ちるんだ。僕は並べ直ししちゃいましたけどね。じゃあ練習スタート。そうなんだ、当てることは一応できるんだね。あれでアクオメンタスって言うんですね。なんかグラディウスでアルキメンデスとかありますよねなんかすごく印象残ってます。よし、じゃあとりあえずリンク行きましょうか。リンク狙いましょう。ほい、あー結構厳しいね。全然動かない。のり付けが硬いな。なんか橋みたいになりましたね。もう一回リンク飛ばして崩せるかな。ほい、いけ。ちょっと待ってリンクヘロヘロすぎでしょ。しょうがない、これはブロックを叩くしかないねあー、スカっちゃった。いけるかな。あ、いけ。おお、落ちた落ちた。一発目はでも前回ね、一番左の火の玉を打とうとしたらね、下にポロッと落ちてスカってしまったんですよね。だからあれは多分ダメだと思う。ちょっと無難にドラゴン狙いましょうか多分一番右の火の玉を当てるとドラゴンはね落ちてくれるような気がします。いきましょう。いけ。そっちが落ちたなぜかドラゴン叩いて剣、そしてドラゴンがガクガク言ってるなぜか剣が落ちたっていう面白かった。さあ当たんないかな。小当たりでも来い。13枚、1回無料ですね。よし、今日はこれ取りましょうか。ちょっと並べ直しようかな。綺麗に並びたい。取っていきましょう。いきます。まずはピンクから。よし、さあ課金しました。次はどっち狙うのがいいかな。たぬきちくん狙った方がいいかな。耳に引っかかって持ち上がってくれるかな。それともしずえさんのポニーテールに刺したら取れるでしょうか。どうしようかな。しずえさんのポニーテールを刺してみます。ほい、あーあー刺さってくれ落ちちゃうかな。落ちちゃうよね。今度こそしっかり掴んで、これは掴んだでしょ。よし、そしてたぬきちくん、はい、ゲットできました。さて2プレイじゃちょっと難しいかな。これやってみたいけど、とりあえずオクタロックが取れたら最後の1プレイでね挑戦します。どうでしょうか。滑っていって、おおお、いいぞ。オクタロックを取って、おお、いけ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 、思いっきりの力で、あの、取れ取れ取れでもリンクがまさかの取れない。うわ厳しいね。これを掴んで
リンクはまず OK で、あの羽をしっかり外してほしい。いけ、あー外れないで終わった。これは2手かかっちゃうね。今日はビッグシズエさん、たぬきちくん、そしてオクタロックとゼルダの大ゼルダ、リンクをゲットしました。今回ね、余ってるバッジは全てね、一番最初に取れそうなとこばっかりなんで、またね、残り1プレイ余ったらこういうのをね取っていこうかなと思います。さあ、それじゃあ今日のミーバースコーナー行ってみましょう。フォルダの中のクッパ城っすね。ジグゾーパズルみたいでちょっと新鮮な感じっす。すげえわこれ、フォルダにバッジが飾れるようになって考えてきましたね。まさにクッパとねマリオの対決の場所って感じだわ。なんかフォルダに飾ってるだけで立体感がありますね。たまに日曜にテレビで見る映画のラストシーンっすね。マリオが親指を立てながら溶岩の池に沈んでいくシーンはマジ号泣したっす。親指を立てながら溶岩の池に沈んでいくシーン、なんだろう、僕映画結構見るけど覚えてないな、そういうのは。多分ね、間違いなく元ネタがあるんでしょうが、僕はちょっとね見当がつきません。はい、ということでね、今日はここで終わろうと思います。また明日もね、もうすぐ寝台はねコンプできると思うんで、いろいろねバチ取っていこうと思うんで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。